い、スミレス TV です。今日はね、1、2、3、3つのプラレールを開封していきたいと思います。ではまず1つ目、 E217 系のこれは横須賀線ですね。いきたいと思います。はい、こちらなんか中間車2両あるんですけど、中にはプラケツ何体乗せれるかな、3体乗せれます。乗せません。はい、次。はい、またお値段は700円、さっきのも700円。はい、次トワイライトグリーン車 E20 だけです。はい、E89 のトワイライトです。なんだか黒いボディですね。これもじゃあ、はい、次階段リーチ。これは多分E233系が付いてくるのです。はい、目当てはこの横須賀線です。ごめんなさい。4両編成くれます。はい、次こちら E531 系だったっけ、この車両です。はい、こちら E531 系ですね。はい、こちら、こちら、あ、中間車。はい、グリーン車。はい、交尾車。行き先は、特別快速常磐線と書いてあります。じゃあ最後に動作チェックをしたいと思います。まずは横須賀線から。はい、車種を外しました。電池を入れます。はい、ちゃんと動きます。E531 系の常磐線です。じゃあまた電池。はい、ここに動いてますね。最後 E481 トワイライトです。はい、動きます。まとめてね、バイバイ。